はい、テッシーです。伊賀やっていきます。まあ伊賀といえば忍者で、甲賀も忍者ですよね。これ無敵陣出てこないんかい。まあでもちょっとやばそうなステージの雰囲気がありますよね。ほら出た出た、これ忍者とかヒュンヒュン飛んでくわけでしょう。早い早い、ワンとは段違いだぜ。ほらやばいっしょこれ。おお、ここね、あいつ、うわうわうわ、強制強、めっちゃ食らってる、めっちゃ食らってる、めっちゃ食らってるわ。やばいやばい、これはこれは無敵じゃないと。いやまあでもどうなんだろうね、ワンとずっとまあ比べるっていうか、まあ比べちゃうけど、こっちの方がね動き、うん、どうなのね、鎧がすごい耐久力あるのでやりやすいかな、こっちの方が。で死んでもまあ全部剥がされないって前の動画で言ったけど、そこが優しいからね、楽しい。 RPG 要素がちょっと強い。おお無敵、いや無敵短い。伊勢島の伊勢ですか、これ。スペイン村行きましたね、修学旅行で。伊勢島ですよ。で何だったかな、なんで伊勢島行ったかっていうね、あの修学旅行行けるとこを選択できたんですね。確か九州、博多かな、博多、九州とか、まあ、あと京都、まあ定番ですよね、あの関東地方の高校だったんで、まあ、京都とか、京都、あとどこでしたっけ、あと四国があったのかな、まあいろんな地方、東北はなかった気がするけど、まあまあいろんなとこあったと。でその中の一つに伊勢があったんですね。で最初伊勢島とか、いやなんもねえじゃんと、博多とか、まあ、九州ラーメンあるだと、やっぱ修学旅行といえば京都だろうとか、でいろんなことあってっていうか、そういう意見がバン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 出てきて、全然決まんなかったんですよ、あのホームルームでね、あの少ない時間で決めなきゃいけないのに。マジかよと、いい加減にしろよお前らっていう感じなんですよ、みんながみんなね。それで伊勢島一票も入ってないんですよ。で結局じゃあみんな喧嘩してるなら結局伊勢島が良くねえみたいな流れになって、伊勢島になったっていうね。そうでスペイン村とか行って、まあ行けばさ、結局さ行けば楽しいから、どこでもね楽しんで帰ってきました。はい、これはいいわ占いは。おっつ階段、おお、風呂敷、茶袋、過去に戻れる茶袋。おお、通行手形。おお、2枚、すごい大サービス、出血大サービス。ちょ待って、貝ね、駿河、ちょ待て、ここ上通れないの、ここ。あれ階段は、えどこよ階段、あここむず、あの茶袋とか言ってますけど、時々というかかなり、あの知ってる人しか知らないネタとかのセリフとかぶっ込んでいきますので、私あの全然知らなくて気にしなくていいですから、ね、あのさっと流しといて、
いただいて、わかる人だけわかっていただければいいっていうね、まあいい、スタンスなので、別にわかんなかったらわかんなかったで全然気にしない、本当に問題ないです。身内ネタとかっていうあれでもないので、そういう部類じゃないので、言いたいことを言うのが私の実況なんでよろしくお願いします。で、もし分かる、知ってるっていうことがあれば、それはそれでちょっと あのことだな、くすって笑ってもらえればそれでいいです。なんの得点というあれもないですけど、はい、本当に全然知らなくていいことなんで、知らなくていいことっていうとちょっとあれだけど、知らなくても人生に全く関係ないんで、はい、知らなきゃいけないとかそういうのないので、知ってたからといってそんなに自慢できるものでもないので、あれ、ダジャレ40年、一筋40年、私が謎の中国人です。では早速グッドなダジャレを言ってみよう。父さんの会社が倒産した。あんた血も涙もないあるね。これも小学生ぐらいで誰かが言ってたね。まあ、あんま気にしないでっていうね、本人の。別に笑わなくても気にしないでっていう。終わりで、貝じゃないこれ。ひだ、すごい、林が。これ林、森ですか？こんなすごいの？ひだ山脈とかなのかな？そういうことをイメージしてんの？ひだひだな感じがすごい。無敵駒。上があって、あ、ここは何もないと。じゃあ上行ってみますか。うわ、色違いの火だ。色違いの火だってちょっとやばいな。ちょっとやばいっすね。ちょっと、あれですね。まあ、物議までも醸し出さない。みたい、ちょっとエロギを醸し出すみたいな。あー、これ下向こうにも行ける感じか。あ、でもここは楽ですね。ほんと町娘がいないんで、連打でちょっとしたピンクのひだになってますね。ピンクのひだはさすがにちょっと来てるね。ちょっと来てるよね、ピンクのひだだと。まずいなこれ、ピンクの肥大以上にまずいですよこれ。無限ループついにその可能性出てきたっていう。ちょっと待ってね、これどっから来たんだっけ。肥大来て、おっと、ゴエちゃん、ナイスイチャップ。あ、ここでも行き止まりだ。なるほど。ってことは、下、このちょっとした色違いの火だを下、逆に右下行けばいいのかな。いけないと。まあそうよね。そう簡単には生かしてくれないと。そう。色違いのひだはそう簡単に生かしてくれないと。あー、でも上いける状態か。あ、もうちゃんと、おー、信濃川。いいね。日本一長いんでしたっけ？
流域面積が長いんだっけ。そういうのよくあるよね、引っ掛け問題。世界一長い、長いっていうか世界一流域面積が広いのがアマゾンでしたっけ。長いのはまた別な感じ。ちょい、こっちかね。いろんな川覚えさせられましたよね。エジプト文明、ナイル川、チグリス、ユーフラテス、メソポタミア文明とかね、世界四大文明。いや、それはそれで知識としていいんですけど、別に否定はしないですよ、もちろん。社会で使ったことないっていう。仕事で使ったことはない。ただあるあるネタでコミュニケーションのために使うツールとしてはちょっと役立つっていうね。おっと、あれでもこれはさあ、でも先進んだってことよね、これは。ちなみに落ちないっすね、大丈夫っすね。いや、意がさ、うわうわ、鎧なくなった。最初だけか、意が難しいの。おぉ。オーケー。ツン。ツン。近づくものみんな傷つけていくと。傷つけ、傷つけられ。そうやって人間は成長していくんですよ。これ今度ひこっちだろ。よっしゃ、当たった、ナイス。こういうね、一つ一つを楽しんでいこう。でここ階段があったとこで、ろうそく、ちょっとやめようか、ろうそくは。ここもね気をつけないと。伊賀だけじゃねえぞと、駿河もやばいと。でもそうね、お、名古屋、ウイローだがや、名古屋だがや、あ、ちょ、名古屋、川、空だがや、空がや、回復しないがや、高いのに全回復してないがや、やめとくれよ、それは。まあいいわ。イノシシちゃんついてこないでよ。お母さんとこお帰り。お猿さんも噛みついてんじゃねえよ。あ、これ連打いいな、これ連打いいっすね。あいつも連打してる、あいつも連打してる。連打はゲー、あのね、レトロゲーの基本ですから大丈夫。 OK。 お、あ、ここか。ここで全部通行手形が手に入ると。でちなみに南を向いてて東と北に行けると、まあ、東から行きますか。はい、ちょっと戻ろう。一方通行で、なるほどね、南行って東の方が良かったかな。きついきついきつい。 いやー、きついきついきついって。いや、もうこれ壁作戦でいくわ。あの右の壁に沿っていきますっていうやつ。多分五右衛門の迷路から言うと多分これでもいけるはずなんですよ。時間制限があったらちょっとあれですけど、ほら右の壁に沿っていくと。これちなみに烈火の炎っていう漫画で覚えた技、出口はありましたね。壁に沿っていけば必ず出口に通じるっていう、出口というか迷路はほぼ回れるっていうね。漫画の中では全て探索できるって言ってたんですけど、実際には
真ん中に島みたいな、構造のものがあると島理論って言ってるんですけど、いけないんですよ。これまさかの島かもしれないですね。これまさかの島ですね。なんとなくそんな気しますけど、でもまだ途中、あー島ですね、これ。これ島ですね。五右衛門でないとか言うと、このカクカクね、このカクカクがあったので、これ島ですね、これは多分。これそろそろまた出口が出てきちゃうんじゃないっていう。なのでほら出てきちゃいましたね。なのでどっか、どこでもいいんですけど、ぐいって、ああこう一緒か、ぐいって入る、なんか一直線、あれ地図がねマジでねえっすわ。あ、ここ、これがゴール、ちょやばいやばいやばい、マジでやばい。時間制限とかあったらマジ鬼でしたね。これちょ待って、戻ろ、戻りすぎ。これでここら辺、ほらここら辺入って、あーでもここ一緒か、こういうとこ入っていくと、あー手形ありだと。もういいでしょ、もうあとゴールがあればいいだけなんで。これが多分スタート地点かな、もしかすると。で、あと右に沿っていけばゴールがあるんで、目的が大事、最初の。よくこうやって続けて同じことやってると目的を見失っちゃうことがありますよね。覚えてます？ここ入った目的、通行手形を手に入れることです。この迷路を全部網羅することではないんですよ、目的は。通行手形が手に入って出口に出れればいいんですね。実生活でもさ、目的忘れてなんでその作業をやってんのっていうことになっちゃう時あるでしょ。そこじゃないんですよと。え、大井川、大井町じゃなくて京浜東北線の先の大井町じゃなくて、一回やる、一発やる、お姉さん。あ、同じですね。ショウ。くっ。あんたの負け。ちょっと嬉しそうにすんなよ。おい、おい。おい。姉さん、事件よ。姉さん、事件よ、これ。よし。いや、ちょ、これは、これはちょっと、もうちょっと。く。いや、姉さん、勘弁してくださいよ。勘弁して。姉さん。よし。よしって言ってる場合じゃねえから。30。姉さん。あ、もう無理っすわ。身ぐるみ剥がされましたと。迷路で調子こいて。え、これ右か、こっちか。調子こいてたら
演説やってたら身ぐるみ剥がされますよと。もっと謙虚に生きなさいという、そういうことですね。ほら、こうやって倒せばお金手に入るから、ちゃんと仕事しよう、ちゃんと仕事していこうっていうね、はい、お話です。コマじゃねえと。これこういうとこをね、ちょっと最初怖かった、最初怖かったですけど、こうやってまっすぐ行けるからね、大丈夫かこれまっすぐ行けるからいいのよ。鎧がなくなった、でも買えない、この悲しさ。おーし、関所。これ HP が回復しないのが悲しいっすよね。はい、ということで、どこでしたっけ。伊賀、飛騨、飛騨飛騨と大井町、わかんないです、大井川、こう信濃を越えて伊豆までやってきましたね。はい、では次回伊豆をクリアしたいと思いますので、動画の移動お願いします。テッシーでした。